はいどうもポンポンです。いや誰がマスクしてる方がいいって。こらこら、今まだ午前中の、あ、時計してなかった。別のチャンネルに変えないでください。今日は大阪の天神橋筋6丁目の駅にやってきました。待てはできないよ。何時からですか？1時。あ、1時からですか？あ、そうなんですか。ビーフカツが食べたいなと思ってですけど、はい。あ、いつも1時からなんですか？あ、そうなんですか。すいません、勉強不足でした。また1時から来れる時に来てもいいですか？はい、すいません、せっかく。あ、じゃあ、とりあえずここに来たら間違いないかなと思ってやってきました。今日行くのはこちら、天満にある津島さなか店さんです。早速店内に入ったんですけど、店内はカウンターとテーブル席とあります。今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。定食です。まずは赤だしで温まります。本来だったら並ばないとなかなか入れないのに、今日はラッキーで自分から食べよう。めっちゃ美味しい。ちょっと今日はカウンター席なので画面が近すぎて見苦しかったらすいません。こういうこと、醤油かけてきました。セット2人前、わさび入って、はい、2人前ちょっと。はい、ナメさん、いただきます。次はハマチ行きたいと思います。この目の前にもあるんですけど、天身と言われる部分を使ってるそうです。色が美しいですよね。何なんだ、身が分厚すぎてびっくりします。今日実はテンションが本当は下がってて、新しい T シャツ買ったんですけど、この和紙柄があまりにも似合ってなくてでも寿司マサさんのお寿司で元気が出ました。次はウナ、
ショーケースに食材がずらっと並んでるので、切りたてのお寿司を食べてると思ったらもうめっちゃ幸せでさ。まずは波定食完食。これはタイラギ貝柱ですね。タイ、タイラギ貝の貝柱。タイラギ貝の貝柱。この人です。で、トースターサーモン。はい。で、ヒラメン。はい。で、マグロ。うなぎ。ハマチ。イクラ。甘エビ。ありがとうございます。カッパですね。ありがとうございます。こちらが上定食赤だし付きで1000円です。いや、上は豪華ささらにアップですね。甘エビに関しては足長すぎてベッドから出てます。さて、私は何からいくでしょうか。しっかりと口つけるので、いくらホテルやろな。やっぱ上になると気分も上になりますね。次は難しい名前の貝柱いきます。いや、もう身が大きい。すごいな。貝柱特有の食感、ザクザク、ザクザクという感じですね。とりあえず美味しいということが伝えたいんです。次はヒラちゃんとは、この淡泊さがたまらんですね。お寿司屋さんはやっぱり回転寿司に行くことの方が多いんですけど、回転寿司だと巻物はあんまり注文しないんですけど、職人さんが握ってくれる巻物は美味しいはず。天下離れたい。わあ、足長くなりそう。甘いの、プリプリでめっちゃ甘いです。滑らか。サービス定食波戸城完食です。本日は天満の駅から徒歩すぐの場所にある寿司マサ中店さんに行ってきました。サービス定食波戸城それぞれいただいたんですけど、職人さんが握るお寿司はほんまに美味しすぎました。めちゃくちゃ人気店なので、オープンできても次々お客様がいらっしゃいます。お昼のサービス定食って書いてるんですけど、だいたい17時ぐらいまではされてらっしゃるみたいなので、ぜひ皆さんも寿司マサさん行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございます。寿司マサさんのお寿司食べたいやんと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。もうお腹がはち切れる。